こんにちは、獣医師の藤村です。今回の動画はね、ワクチン接種、ワンちゃん猫ちゃんのワクチン接種っていうのはね、時間帯に気をつけましょうねっていうね、ことでお話ししていきます。ワンちゃんとかね、猫ちゃんもですね、ワクチン接種した後に体調を崩すことがあってですね、それの原因がですね、アレルギーかもしれないし、そうじゃないかもしれないんですけど、体調を崩すことがあるんですね。その原因っていうのは結構ね、はっきりしないこともあるんですね。例えば、ワクチンを打った後に顔がね、パンパンに腫れるとかっていうのは、ワクチンアレルギーの可能性が高いんですけど、例えば車に、飼い主さんがね、車に乗せて、ワクチン打った後に車乗せて、お家に帰るときに吐いちゃったとかね、それはワクチンアレルギーなのかどうかわからない。車酔いかもしれないんです。でも体調を崩すことがあるんですよ。特にやっぱりワクチンを打った後に車に乗って吐いてるわけなんで、飼い主さん的にはワクチンじゃないのかなって思って、ですよ、思うんですね。でもワクチンじゃないかもしれないみたいな、でもなんかこう入っちゃった心配だみたいなねことって結構あるんですよね。動物病院でこうね、仕事してるとそういったケースはよく見かけるんですね。やっぱすごく心配になると思うんですよ。例えばトリミングに行ってお家帰るときにワンちゃんがね、車乗ってる時に入っちゃったんだったら車酔いかなってこう割り切れるかもしれないんですけど、ワクチンを打った後に吐いたらワクチンのせいじゃないかなって思うかもしれないですよね。そしたら心配になるわけですよ。ね、そういったこうね、元気がなくなったりとか、その顔が腫れたりとかね、お腹が赤くなるよとか、そういった吐くとかね、下痢するとか、なんか元気ないとか震えるとか、なんかそういったことあると心配になるわけですよね。こういった状況を避けるためにですね、ワクチン接種のタイミングが、ね、重要になってくるわけです。特に午後の診療時間が終わる直前にワクチン接種することは避けた方がいいと思うんですね。例えば、ある動物病院がですね、朝の9時から12時まで診察があって、午後の診察が16時、4時ですね、から19時までだった時に、例えば18時30分とかね、18時50分とかそういった時間にワクチン接種受けるのはやめた方がいいんじゃないっていう話ですね。ワクチン接種っていうのはね、ワンちゃんとか猫ちゃんの健康を守るためにとてもね、大切なことなんですけど、接種する時間帯がね、すごくね、こだわった方がいいかなと、注意が必要かなと思うんですね。特に午後の診療時間が終わる直前、19時までだったら18時半とかね、18時50分とか、そういった時にワクチン打ってしまうと、もしね、ワンちゃん猫ちゃんがね、ワクチンの影響で体調を崩した場合、だから車乗ってる時になんかブルブル震え出したとか、吐いたとか下痢したとか、なんか元気ないとか、普段だったら車乗ってる時は喜んでワンワン騒ぐのに、なんで今日元気ないんだろうとか、そういった微妙な変化も気になるわけですよね。そのトリミングに行って帰る時に震えの車で震えてんのと、ワクチン打った後に車乗って震えてんのじゃ、やっぱり飼い主さん的なやっぱり心配度合いは変わると思うんですね。それでですね、しかもそれで元気がないとかね、顔が急に腫れたとか言った時に、例えば18時50分にワクチン打って、車乗って震えたとか元気ないとかだったら多分19時10分とかですよね。動物病院に電話しても繋がらない可能性があるわけですよ。対応してもらえないかもしれないですよね。でそういった、なぜならね、その時間帯に接種を行うとね、もし何か問題が起きた時に、ね、ワクチンを打ってくれた動物病院の診療時間が終わってしまってるからなんですね。なのでですね、ペットの安全を考えるんであれば、午前中とか、ワクチン接種を受けるんだったら、午前中とかね、午後の診察の一番最初とかね、そういった時間に、かかりつけの獣医さんが対応できる時間帯にね、ワクチン接種をすることをお勧めしますね。例えば、16時から19時の診察、午後の診察の時間だったら、16時に受けとけば、さすがに体調を崩すのは17時とかなので、17時であれば、また診察時間内なんで対応してもらえますよね。こんな感じで、計画的にね、体調悪くなったことを考えて、計画的に接種時間を選ぶことで、もしワンちゃん、猫ちゃんが体調を崩してもすぐに適切な処置をね、受けることができるんで、安心できると思うんです。例えばワクチン打ったところに動物病院に行って、ちょっと体が震えてるんですけど、とかし、なんか元気ないんですけどってなったら、体温を測ってくれたりとか、なんかいろいろ、調べてくれて、あ、これだったら大丈夫ですよって言ってもらえたら、それだけでだいぶ安心できますよね。
で、まあね、だからそのワンちゃん猫ちゃんがね、いつそのワクチン接種を受けるんだったらいつの時間がいいかっていうのは、ね、とても大事なんですね。もしね、もしもの時にすぐに対応してもらえるように地域にね、夜間動物病院があれば、まあそれはそれで心強いかもしれないんですけど、もしあなたが住んでる地域に夜間のね、動物病院がその辺になかったら、なんか問題があったとしてもね、朝まで待たなきゃならないわけですよね。だから19時まで診察の動物病院で18時50分にワクチン打って、19時10分に調子悪くなって、そこすぐ電話したけど繋がらなかったら、しかもその地域に夜間動物病院がないってなったら、もう行くとこない。で、ワンちゃんはなんか元気ないし、ブルブル震えてるしとか、なんか吐いちゃったしとか、めっちゃ不安ですよね。やっぱそうなるとね、飼い主さんにとって非常に不安で、なのでまあワクチン接種は午後の診療が終わる直前よりも、午前中とか、午後の診察でも一番最初ぐらいの時間帯にやってもらう方がいいなと思うんですね。この時間で、午後の時間帯だったらね、もしワンちゃん猫ちゃんがワクチンの影響でちょっとでもね、体調を崩したとしても、かかりつけの獣医さんがね、すぐに対応してくれるわけです。まあ、ペットもね、飼い主さんも安心できるように、ワクチン接種の計画は慎重に行いましょう。でワンちゃん猫ちゃんにね、ワクチン接種した後に、最も心配なのはね、アナフィラキシーショックっていうね、急激なアレルギー反応なんですね。この反応はね、そのワクチン接種してすぐに、つまり大体ね、ワクチン接種して30分以内に起こることが多いです。例えば倒れたりとかね。そういったのであれ、なのでですね、そのワクチンを打った後の30分ぐらいはね、特にそのワンちゃん、猫ちゃんの様子をしっかり観察することが大切ですね。例えば、そのワクチン接種を受けて、その30分ぐらいね、その動物病院の診察、待合室で待っとくのも一つかもしれないし、やっぱり結構居づらいようであれば、その動物病院のから出てね、で、車で来てるんだったら、車の中でちょっと待機しとくとかね、そういったことができるように、その30分くらいは動物病院が空いててくれるように、空いてる時間帯に。だから、19時までの診察だったら、まあ、動物病院によってはね、もっと早い時間に打ってくれですけど、最悪でも18時とかにワクチン打ってもらって30分ぐらいは近くに待機しといて問題なかったらそれで帰るとかね。そういったことも大事かなと思います。で、なんか変わった様子がそれで見られるようだったらすぐにね、動物病院に連絡するとかね。まあ、可能だったらその近くに待機しといて、なんかそれでなんかあったらすぐ言うとかね。そういったことが大事かなと思います。そのワンちゃん猫ちゃんにワクチンをね、接種するときっていうのは、タイミングがね、すごく大事だよってことですね。ワクチン接種っていうのは、そのワンちゃん猫ちゃんの健康を守るために必要なことなんですけど、計画的にね、行うことが大事だよってことですね。そういったね、後になってなんか体調崩しても対応してもらうってことまで考えといた方がいいよってことですね。この日にワクチンを打つから、その後はね、ペットをよく観察して必要なら安静にさせないと、みたいな。前もって考えておくことが大事だよと。で、例えば、なんか、一週間後に旅行に行く。その旅行先でワクチンの接種証明書がなかった。その一緒にワンちゃんと一緒に泊まれない。でも、うちのワンちゃんはワクチン打てなかったから、今打たないともう仕事もあるし間に合わないから、しゃあないから、今ワクチン打ちに行きますよとかね。そういったのだと、その切羽詰まってると、なんていうかな、こう失敗しやすいよってことですね。もうギリギリでもいいからワクチン打ってもらおうってなると、診療時間ギリギリに行かざるを得なくなって、ワンちゃん猫ちゃんが体調崩した時に、後になって結構大変な思いするよってことですね。だから、忙しいからといって、急にワクチンを接種するのは避けた方がいいよということです。ワクチンによってはね、ワンちゃん猫ちゃんが体調崩しやすいこともあります。まあ、なのでね、かかりつけの獣医さんとしっかり相談して、ワンちゃん猫ちゃんの状態に合ったワクチンの種類ですね。3種とか10種とかもろもろあるんで、そういったその量と種類の数によってもね、副作用の出方は変わってきますんで、そういったことをよく相談して、最適なものをね、最適なワクチンを打ってもらうことが大事だよと。最適な時間に。大事だよってことです。場合によってはね、ワクチン接種を見送ることも、そのワンちゃん猫ちゃんの健康を守るためにはね、良い選択かもしれないですね。持病があって打てないんだとかね。そういったことですね。今はちょっと例えば体調悪いからやめとこうかなとか、ね、アナフィラキシーショックのようなね、重大な反応っていうのは稀なんですけど、もし起こる可能性がもしものことがあるのでね、ワクチン接種後はね、ワンちゃん猫ちゃんのそばで様子を見て
何かあった時に即座に対応できるように準備しておくことをお勧めします。ペットにねワクチンを接種する時のタイミングっていうのはとてもね大切なことなんですね。特に診療時間が終わるギリギリじゃなくて何かあった時にすぐに獣医さんが対応できる時間に接種してもらうことをお勧めします。これはですねもしワクチンを受けた後に、ね、ワンちゃん猫ちゃんが体調を崩した時に迅速に適切に処置を受けられるからですね。駆動用ですけどね。やっぱりね私自身がですねその以前夜間動物病院でね勤務してた時なんかでもねですねその診療時間終了間際にその、他の病院で打ってもらってでその帰り際にもちょっと調子崩してでもその病院空いてないからもうどうにもならなくて夜間に来たみたいなねケースも結構経験しています。なのでねそのワクチン接種っていうのはとにかく午前中とか、ね、午後の診察でも一番最初ぐらいの時間帯に行ってもらうようにしましょう。そうすることでペットもね安心して過ごせますし万が一の時でもすぐに対応してもらえるわけですね。さらにねワクチンを接種した日は安静にして過ごさせることも大切ですね。実際ワクチンで接種当日っていうのは、ね、過剰にその運動してね体調を崩すワンちゃん猫ちゃんも結構いるのでその日はね特にゆっくり休ませてあげてください。飼い主さんにはねそのワクチン接種の計画をしっかり立ててもらってあれは例えば1ヶ月後にもうその泊まりで旅行に行くからその時にワクチン接種証明書がいるから逆算してねじゃあこの日だったら1日仕事がなくて空いてるからこの日の午前中の診察の時にワクチン打ってもらおうとかそういった計画を立ててワンちゃん猫ちゃんの健康とね安全を第一に考えた接種スケジュールをね心がけてもらいたいなと思います。今回の動画はね以上になります。また次回の動画でねそういったこうね健康に関する情報をお届けしたいと思いますのでできればねチャンネル登録もよろしくお願いします。高評価ボタンもよろしくお願いします。それでは失礼します。